しょう、カンタです。そうです。はい、ということで今回はですね、まあ、カナタの端末でルフィガシャを弾いていきたいと思います。はい、まあ、前回はね、スワンがマックスにしたんだけれども、はい、まあ、カナタはね、別にルフィ、大して育ってないから、うん、今までのこの、今3周年目だけど、うん、この3年間ずっと弾いてきて、まあ、若干ルフィが育ちましたぐらいの程度で、溜まってるってだけなんで。うん、で、でも今回ほら、強いじゃん。強い。カルパ。バカみたいに強いね。キングコブラ。壊れてるね。そう。で、キングコブラは最悪星5、うん、あのほら、当たったし、うん、必殺技確定ガシャのやつでね。うんだからまあ、あの星5キングコブラってよりもカルパリンの星5が欲しい。持ってないんだよね、カルパリンを。純粋にまだ持ってないんだよね、うん、だから持ってたらあの、うん、クレハで何でも いつでもあげれるけど、うん、持ってないからいつでもあげれないっていう状況に陥ってました、うん、ね。でまあ純粋に強いし、カルパも、うん、カルパもね、強い。そう、使い方ができるから、ルフィさんは、うん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 、今回のね3周年キャラで、その使い分けじゃなくてもうこっちしか使わないとかいうキャラもいるんだけども、そういるね。そういうのじゃないから、ルフィさんは。そうそうそう、どっちも強いから、うん、だからどっちかというとカルバ狙いの、まあ、コブラも当たればいいなの膝のレッドホークっていう。そうそうそう、膝のレッドホークですね。要するに、ピックアップされてるやつ全部来いというお話ですね、うん、さあ無料ガシャから自分引いてないんで、うん、まだこっちから引いていきましょう。これ別に普通に動画がでも弾けたんだけど、どうせやるなら動画で撮ろうぜっていう話。そりゃそうだろ。そりゃそうよ、うん。じゃあ一応見ていきましょうか。うん。全部回るとかね。もうどれが持っててどれが持ってないのか俺は知らねえ。カルバはとりあえず持ってないってことは確実です。うん。うん、って感じかな。でかっ。いいね、これ、うん。いくよ。無料だから気兼ねなく行こう、気兼ねなく。どういうテンション感で弾いた今。謎すぎる。おい、いいね。あれ、これって星5確定ではないんで、違う。星が普通に出ないこともあるのか、うん、おいおい、悲しいぞそれは。あ、2枚あるからこれは出たわ。出ました。ああ、出た。星4以上確定だから、とりあえずね。うんうん、知らんけど。いいね。いや、でもいいんじゃない、嬉しいよ、星4技だったらね。絆のレッドホークとかで、ね、ほら、おお、抜いた。開幕、はい、いいね、終わったね、うん、終わったね。いいね、終わってらねえんだ。よし、行こう行こう、どんどん行こう。おお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 ここだけはでかいんでね、正直。うん、課金者はもう一回もここだけでも正直引いといた方がいい。そうそうそう、それある。俺もサボ迷ってるもん。うん。ステップ4行こうか。そうそうそう。そう、余ってたらステップ4まで行こうかな。そうそう。でもなんかほら、前回の動画あってた、動画見返してもらえばわかるんだけど、お知らせを読むっていう動画であったと思うんだけど。あったかな。そうそうそう。あれね、新キャラが来るみたいなさ。うん。書いてあって、運営のお知らせに。うん。嘘でしょっていう。嘘だと思う。そう。で、まあ、そこをにわかに信じてる自分がいるんで、うん、ここでは大して引けないっていう。うん。でも、これはまあ、こっちのガチャは5月7日まで。もともとそんな引き寄ってもねえしな。そうそうそう。だからまあ、もし来なかったら来なかったら、またちょっと折ったりもできるし、5月7日までだから。うん。って感じで引いていきまーす。ポン。で、これ、ステップ1は特に何もないから。ある？あるよ。ずっとこれだよ、ね、いいねこれ。神ってる、神ってる。最後がだからもう、だから赤とかひまわりで、いつものイベントのステップ2がずっと続くみたいな。ステップ4回、そう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 、それよ、最高かなね。でまあ一応見るけどね、キングを40万おかしいなーっていうのを見て、あれどうか当たったらもう見ません。強気に、強気に。他に持ってない技とかあんの、逆に。おおおお、カルバ来たね。確かにカルバ来たらありがたい、確率高い。でもまあステップは全部引こうと思って、うん、カルバでもコルバでも、コルバ出た出た出たよ、これマジで。早口言葉に認定でいいんじゃない、カルバとコブラなあ。うん、おー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 おおおい、止まるよ。おっ おっとこれカルバじゃん。じゃあ、いや分からんけど、奇襲の新カード、奇襲の新カード。まだ俺おカルバリン、カルバリン、まだ俺カルバって言うの。カルバリンリンが多分方でしょ。そうだからカルバです、カルバリン。そうだね、おい、ファイソン、ファイソンっていうのね、カルバだよ。いい、終わった。ああ、うん、いいよいいよ、いいよ。これでもうあと30連適当でいけるわ。ああ、気が楽。おお、カルバウン強い、すごい。そしてギアホースも強い強いね。まあまあ、この辺はね、あれにできるから。そうそうそう、かけらにね。これ結構神引きじゃね。めっちゃ神引きだよ、正直。だって必殺技しか出てねえ、なんなら2枚抜き、うん、
か3枚抜きみたいなもんだけどギアホースもあるから。あ、確かに確かに、うん、あれ星5と同じだから、うん、いらんけどいらんけどとか言うのは悲しい。いいね、どうでもいいやつは基本やっぱり運高くなるね。ただただどうでもいいって思いながら引いたら、うん、結構出るイメージあるよ、ね、やっぱりないけど。ないねしかもルイしか出ないっていうのがまた気が楽だわ。すごいよな。さあ行こう、20連ん。そうだね、行くよ。まあ、ミラースだ30か。そうだね、うん、めっちゃ運いいよ。だから4まで引いたら55連引けるんだもんな。そう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 、そうすごいよ。やばいよね、石151枚で55連だよ。そう、何をっていうなあ、うん、それ以上のコメントは、何を以上のコメントはないけど、そうそうそう、何をってことだよね。うわー4枚ぐらいあるんじゃない。結構いい。おー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 、カルバリンすごいぞ。すごいな、急成長しているカルバリンが。おー、カルバリンが急成長している。いいぞ、カルバリン。これはいいね、マックス。でカルバリンの方が俺的にはこの広範囲に高速系の技が今欲しくて、打撃で、うん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 、まあ打撃で欲しい。なるほど、単発なら言うて、あの力持ちとか、うん、自分育ってる片栗の方、うん、だからまあキングコブラは最悪、まあ高くなればいいかなぐらいで、うん、どっちかというと最初言った通りカルバ狙い。カルバの急成長、カルバの急成長やばいな。これキングコブラもゼロ、はい、ゼロ枚せめて2枚ぐらいあったらせめて2枚ぐらい。じゃあキングコブラ今からちょっとシフトチェンジしようシフトチェンジしてちょっとね、もう今半々ぐらいでいいわ、うん、カルバとコブラ半々ぐらいの気持ちで引くわもう正直。あ、コントロールできる、コントロールできる、すべてコントロールしてるから今ひたたただから最後はもうコブラだね、こうなったら。ああなるほど、ね、道中にカルバ出るかな、じゃあっていうか、いやほらほらコルバ、コルバ、コルバ、おコブラ、おおコントロール、めっちゃ運いいやんこれ。カルバと道中にカルバで最後コブラ、コブラ、やばいやばい、ずっと筋肉で気がするねえやばいなさりげなくやばい、すごい冷静になんかやばいな、すごい髪型だな、こんないいんだ、サーフェスよりいいわやっぱり。だから気になってなかったから盛り上がらない。ああそうそうそう、出た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 、うわーとか言うね、そういうのはまだないんだよねこれ正直。おお出た出た最後引かないでおこうかな、この1枚。あー、ありだね、ありだねこれね。だけで本日の動画は以上になります。はい、ということで引いていきましょうか。まあ今までの引きからするとコブラとねカルバが出て、星52枚出て終わらせたよね、最後は。めっちゃ出てる、そしたら。ずっと出てる、多分。そう、うん。だね。え、髪行きすぎん、そしたら。そうだね、強いです。無課金の人だってこれでやったらさ。そうそうそう。神だよ、無課金だったら。課金もんだよ。うん。毎回、うわーってなってるけど。そうそう、まあ。課金者だから言うすごい、なんか冷静にね。なあ。うん、すごい、ね。青生地かなっていうぐらい。ノーリアクション。お前ら、今、死んでいく。見てる、マムもね、マムお気に入りだわ。スワンのマムお気に入り。よし、結構出たよこれ。カルバとコブラ抜いて終わろう。カルバとコブラ、コブラ、コブラ、カブラ、大将、おお、カルバとコブラ、よし、星5じゃなかった。難しいねやっぱ言葉が。そう、カルバとコブラね、うん、結構いったんじゃね。78ぐらいいったね。コブラは分かんないけど、いってないけど、カルバは8はいったんじゃない、うん、8いった、絶対いってる。ゼロだよ、ゼロ。え、いかない77かな、77。え、待って、コブラはどんだけかわからん、もうすが。じゃあコブラ見ようか。 4? 4、あ、7、7いった、でかい、7いったの、でかいね。カルバ7、ちょうど7はなんか気分がいい。確かに、カルバ7だ。カルバ 7? うん、7のあと200やと思う。マジ、え、強い、この時点でもう33万超えてる。バカだよ、バカだね。ゼロマイスタートはやばいな。デオレックス9だよ、7だ。あ、ちょ、あるよ。あ、ちょ、7、あと600。600か。まあまあまあ、でも77でかくない？でかい。一つゼロからだし、もうなんなら。うん、でかい。ね。うん、え、嬉しい。いいやん。いい。え、これでさ、例えばなんかカルバ97とかやったらさ、うん、なんかさ、クール的にも9しか使わないじゃないとか、あるんだよ、結構そう。そう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 。課金者ある。そう、なんかね、うん、高い方じゃないと使わねえよ、ピーター。そう。同じだったらもう両方平等に使えるもんね。そう完全に綺麗に使えるけどね、うんうんうん、で星4技もなんなら1枚しか抜いてない。あのガチャで出なかったら終わりだった。危ねえ、神ガチャなあ、うん、素晴らしい。で無キャラの覇気も持ってるし、あとギアホースがうざったいし、でとレオバズーカーまだ全部売却だな。まああと全部売却いける。強っ、強っ、引きやんね。これでギリセーフやな。
ギリセーフ誰がセーフか分かんないギリセーフだねギリセーフ、うん、滑り込みセーフみたいなそう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 77だったらね課金者でギリギリね俺ら7でちょっと許すから、うん、そう激闘とかだと8欲しいなと思うけど、うん、まあまあまあだから使うってなったらこっから1段階上げないと、うん、だから8から9とかだったら1200とか必要だから、うん、結構高いそうそうそうだから7から8ならね 800? そうだからまあ平均が一番大事だけどね平均走行力ね、そうお表8で、うん、裏2とかだったらあんってなるよね、うん、そしたらもう裏を一気に育てて平均7あれば、うん、激闘でもギリギリする、うん、そうそうそう平均8だったらよしってなるそう、うん、そういうことそう、まあ、例外は若干たまにいるけどね、うん、チョッピーとかあまあまあそう、うん、っていう感じで、まあ、今回ね神ガチャだったということでこの冷静に動画を締めていこうかなはい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。バイバイ！バイバイ！